っていうね、ジョーカーの話しましたけれども、僕の思ってたのとやっぱりお二人もちょっと違ったりとかしたんで、ちょっと面白いですね、視線がね、やっぱいいですね。もうなんかいつも映画好きすぎるおじさんしかいないけど、なんかこう、なんつーか、なんつーか、なんつーかで、いいですね。なんだろう、こうやっぱりちょっと見方違うよなってこう、なんかひねくれすぎてませんか、いつものおじさんたちって。ひねくれてるね。バトマンシリーズをご存じない、あんまりご存じない状態で 見れてるから、それは見てるそれもね、すごくいいと思うんですよ。確かに、この映像を見るんだったみんな、はい、いや、まあ、いや映画なんかどとかさん見てますか、最近は。なんか劇場でも全然、配信でも最近、はい、邦画も見ないんでしたっけ。邦画も見ます。邦画見ないんでしたっけ。好きな映画とか、好きな映画、話、好きな、一番好きな映画の話ってこの前もしました。したけど、そう、それ、したけど、竹田さんの事件、じゃあちょっとその話しませんか。どう思いましたあいつのことねえ、あいつの30分、いや、めっちゃ撮ってましたよ。撮ってましたよね。まず謝罪から入らなきゃいけない。ちゃんと謝っていただきます。いや、本当に。うちの竹田さんでございます。あ、カモメ食堂って言ったかも。カモメ食堂って、はい、流浪の月って言いました。流浪の月、はい、流浪の月はそうだ。男の子がね、はいはい、誘拐したみたいなんですよ、女の子を。そうそう。でも、そこで、なんか恋が、恋っていうかね。なんか信頼関係みたいなね。社会に受け入れられない二人の。結構な小説は読んでる、胸クソ小説でしたけど、ね、胸クソですね、あれも結構しんどい映画じゃん。それもしんどい、なんかそう、結局しんどいが嫌いとか言って見ちゃうんですよ、ね、で、なんだかんだこう好きです、ね、はいはいはい。アテッドマンションとか見たことないですか。ディズニーですよね。それなんかそういうこう、アテッドマンションね、何も考えないで、はい、ファンタジー。でもディズニーを見るんです、はい、ディズニーは好きですけど、あ、そうですか。あれじゃあこれからディズニーだと、なんかありました、白雪姫、ね、そそりみたいな、あ、実写版、実写版、白雪姫、白雪姫みたい。そっか、そう、早く、それモアナもやる。あ、モアナ、モアナはまあ1見てないけどやるんですね。あと見てない、モアナ、私は見てない。モアナ誰も見てないじゃん、なんて言ったの。そうですか。何見たいかなっていうと、ちょっとすみません、今日僕ね、はい、実はベノムの T シャツ着てきててですね、あ、そうだ、今日買った。ベノムってどうなんですか。ベノム、グロいんですか。グロいくないっすね、ただ舌出てるだけっすなんか舌とよだれが出てるだけで、グロ感ない。パワーがありますよ、うん、勢い、はい、多分2作目見てて、あ、そうだ、なんか友達と見て、なんか怖そうだからって、最前で見たんですよ、最前のど真ん中で見たら、近すぎて、なんかベノムが何やってるか全然分からなくて、ぐちゃぐちゃ、ぐちゃぐちゃしてたんだけど、ぐちゃぐちゃしてて、なんかその情報がちゃんとこう、入ってくるまでに、多分みんなちゃんとしたところで見てる人だったら、多分2秒くらい怖さがある、なんか映像としてはあるんですけど、これがこうかなってこう考えながらっていう、でもなんかすごい映像だった。あ、そうですか。なんで、また、2から見た。2から見たんだ。わけ、結構、わけわかんなかった。わけわかんないですよね。でもなんかこう、黒い、黒い、黒い物体がこう、体に入ってきて、そうそうそう。暴れて、ベノムみたいな、ベノムじゃないやつと戦って。それがカーネージっていう、カーネージってやつなんですね。カーネージー。僕大好きなんですよ、カーネイジは本当に悪なんですよ、あれは。レズ・クレタス・キャセリーっていう本当に極悪人が神病棟に寄生されて、ベノムみたいな力を得ちゃうので、ベノムいいよ、ベノムはこの3作ではいいやつですね。思い入れない人からしたらなかなか面白くない。そんなことどう、ぐちゃぐちゃぐちゃ、ただただ大声出してぐちゃぐちゃ、そうそうそう、本当に何が起きてるのみたいな、食べて、何食べるんですか。サイゼリアかな。ああ、レバーね。よく行くかな。
きます。たまに、はい、行きます。エスカルゴ。エスカルゴ。エスカルゴ。あのエスカルゴ。美味しいですよね。美味しいですよね。よかった。エスカルゴって楽しい。ありますよ。あれから言ってますよ。ないもないもない。ないのでエスカルゴって言われる。ベノム見る前にエスカルゴ。農家さん、何を食べてるんですか、うん、確かに。こんな、どうしたらこうなれるんですか。何を食べてる。ラーメンと食べますか。行くのは、はい、バカトラ屋。おお行くならそう言うじゃん。バカトラ屋行くんだ。バカトラ屋入ったら、のどかさん行く。信じられない。あ、そうですか。たまに食べる、なんかがっつり食べたり。あ、ほんと、のどか、そうですか。マシンガンとかも。マシンガン、どうだできます。がっつりは食べたり、食べたり。でも、もう月1とかですか。あんまりね、しょっちゅう行かないですね。そうですね。そうですね。普段の自炊です。普段の自炊ですね。自炊されて。昨日はドライカレー作りました。はい、ドライカレー。カレー。ちょっと簡単。ドライカレーなんて何年も食べてない。何入れますか。私もドライカレー作るの好きなんで。私が結構イベントで出すカレーはドライカレーなんですよ。ニンニク、生姜、玉ねぎ、人参、全部細かく同じ大きさで、あとトマト缶とカレー粉。すごい本格的。で、大体それになります。生姜も入れて、昨日トマト缶入れなかったんですよ。入れないで、人参、玉ねぎ、ひき肉、ピーマン。あ、ピーマン。ピーマンも入れました。ピーマン。私のカレーには緑がない。あ、緑ね。私のカレーには緑がない。ピーマン。サブタイトルついてる。そう、たまたま。じゃあ、いいんです。いい、引きたいですもん。そうですか。いつでもできる。昼カップラーメンとか買わないですよね。あー、まだ食べないけど、お城食べたい時も、は買います。あ、本当ですか。うん。でも本当年に何回か。ね。うわあ。年に何回。昨日食べました。カップラーメンのラインナップもね、たくさんありますよね。なんかスポーツとかされてるんですか。スポーツはあんましなく。しないんだ。あの家で YouTube でエアロビとかやってます。ああ。YouTube いいです。YouTube エアロビ。そう。やっぱいっぱい出るじゃないですか。いや、ありますあります。YouTube エアロビ。私なんかそんな。YouTube エアロビ。気になったよ。そういうなんかものがあるわけで。そういうことじゃない。そういうことじゃない。いろんな夢を見すぎですね。そのいろんなものを見てやってるわけですね。面白すぎる。それで10分とかのやつを見て、見ながら一緒にこうやってる。テレビでつないで、見てやる。毎日？毎日なんです。週に本当になんか。いやでもちゃんとやってるそれね。そうなんですよ。走ってるじゃん。今日もちょっと走ってきたりしました。え、それなもそこ走ってここに。まさか。ちょっと相立ち、相立ちがあるというか。すごい。ちょっと昼間にですか。昼っていうか夕方というか。じゃあ明るいうちに見れるってこと？確かに。走ってる時間差。いやまあ見つけられれば。どの辺ですか。どの辺って言われる。みんなで。なんで冷やかしみたいな。みんな見に。ブブみたいな。マシケちゃう。頑張れ。見たい。全然見たい。何の面白さ。おじさんがただただ走ったり歩いたりしてたりです。ふうふうと。あ、疲れたら歩いてとか。いや、それも。それも。そりゃそうでしょ。そんな、ぶっ倒れるまで走んない。疲れたら止まるよ。くすりさんはあんま運動してます？運動はもう本当平日はしないですね。土日、ライブの20分で朝食になるって。そうだよね。もうそれだけでいいわけない。20分で歌って。ね、歌って動いて。動いてですから、ね。20分とか、こんな20分しかないのに、本当にちゃんとやると、ちゃんとやると、汗だくでシャワーみたいになるんですよ。そうね。でもそれだけで、毎日はちょっと動いてない。いや、運動してもらってたんだけどね。運動ね。でもこれからちょっと寒くなってくるんで。スポーツしたい。確かに。スポーツ。スポーツしたいですね。部活したい。部活したい。部活ね。何部を？いや、テニスはもうやりきったんで。あ、そっか、テニス部だったか。テニス部だったんですけど、なんか、サッカーとかバドとか、そういうのみんなで、みんなでやる。みんなで、わーい、わーい。あ、なんか、おさたちってサッカー。のどかさんでもバスケじゃないですか。バスケもしたい。あ、
MC ね、あ、そうですね、MC ね、バスケですよ。バスケもいいですね。できないのにこうやってます。全然できないのにすごい楽しいんで、あ、バスケ、うん、体育の授業とかやって、あ、楽しい。バスケ、あれ、のとこだってバスケプレイヤーとしてやったり、チャレンジだった。バレーボールの、バレーボール、バレーだった。そう、小中バレーで、そっか、そうやってなかった。最初3ヶ月間小学校バスケ部やってやってるじゃん。やめて、あ、バレーなんです。あ、じゃあ触ってみる。触ってないです。じゃあバスをちょっとやってみる。ちょっとです。あとバレーなんで。そうですか。めっちゃ痛い。そうですね、あわざね。そうだ。じゃあでもバレーっていう感じがする。なんかこうバレーっぽくないですか。ぽい、うん、バスケよりはあれ、うん、バスケよりはありますね、うん、バレーっぽい感じがする。さすがさん、意外と野球。意外と野球です。うーん、私、私意外と、私意外と野球なの。え、いつ。え、僕小学校でやって、うん、中学校はやってなくて、高校は軟式野球をして。いや、私初耳かもしれない。やりました。ギリ野球ですね。いや、技術の時間に、うん、いやいや、のどかさん、本当にね、ありがとうございます。ありがとうございました。本当に聞いていただいて。食べてますか。いや、もう怖いな。怖いです。いや、大丈夫です。ありがとうございます。もう雑談もあったりしますのでね。ちょっといらしていただいてもいいですか、また。もちろんです。ありがとうございます。すいません。はい、お願いします。ありがとうございます。次はね、またちょっと人数がまた変わるかもしれないです。できれば、みんな行くときに、ね、そういうのはね、見ていただいて、ね、あ、初対面だったんですかね。そうなんですよ。そうですよ。そうなんですよ。初めて会うって、なんかいいですよね、それもね。いいです。そういう、はい、嬉しいです。なんか大人になったら新たな出会い、うん、なかなかないからね。そうですよね。ありがたいです。ご飯食べちゃったりじゃん。いいですか、ちょっと、なんかそういうとこありますよね。自分はなんか全然なんかすぐ帰るくせに、人と人をこうつなげようと。すぐ帰るくせに。いや、私としてはそんな嬉しいしかないですけど。いや行きましょう。だってそのね、せっかくお近づきになるわけですから。え、どういうとこで会ったんですか、友達。私、グリドンキー。あ、いや、いいじゃん、いいじゃん。グリドンキー一番いいじゃないですか。ただ、ビックリドンキーに来られたら、はい、メニューなくなってて。え、あれ。機能？そう。パパったやつ？モバイルになっちゃってます。嘘。わー、ないんだ。あれね、店員さんがやるときちょっと避けるの楽しかった。そうなんです。なんで今店員さんが一番。ね。あ、そうですか。そうなんですよね。行ってください、ビッグドンキー。行きましょう。ということで、仲良くなれたんじゃないでしょうか。なんで。秋田でよろしい。ありがとうございました。そういうなんか意味わかんないとか言ってんじゃん。いい